自転車ロードレースの宇都宮ブリッツェンは来月の新しいシーズンの開幕に向けきょう宇都宮市内で必勝祈願を行いました毎年恒例となっている宇都宮市の多毛山不動尊で行われる必勝祈願西村宏樹監督をはじめ2024年シーズン所属の11人の選手のうち6人の選手が参加しました 昨シーズンで主力級やベテランの5選手が対談した宇都宮ブリッツェンは新しい戦力としてコロンビアから2人の外国人選手と4人の日本人選手を獲得し顔ぶれが一新しました今年から J プロツアーに復帰する宇都宮ブリッツェン新しいチームスローガンにエクスパンド・ザ・ワールド日本語で世界を広げるを掲げています 新シーズンはインターナショナルな陣容で国内レースはもちろんアジア各地での U.C.I. レースにも挑戦するとしています。今日は選手たちの自転車の安全祈願も行われ、新シーズンの必勝と安全を祈りました。お不動様に祈願させていただいたんですけども、お不動様というのがあの揺るぎない決意を持ってでそこに向かう情熱が大切だというふうにお話をいただいたので、あの一年間チームとして やはりアジアで戦えるチームになるというのを目標にしているので、それを忘れずに、しっかりと高い意識を持って、取り組んでいきたいと思っていますれを台湾で、総合で上位に入り、具体的な数字としては、総合3位以上、全日本選手権で優勝を目標に戦ってまいりたいと思います。 県内では来月23日と24日に毛岡市の井頭公園と宇都宮市の清原中央公園で行われるホームレースで白熱したレースが期待されます。